カタロニアンシープドッグカタロニアンシープドッグは、スペインのカタルーニャ地方原産の牧羊犬種の一つで、ある。別名は、カタロニアン、シェパード、カタロニアンシェパードドッグ、カタランシェパード、カタランシェパードドッグ、カタランシープドッグ、カタロニアン、ヘルダー、カタランセヘルデルホント、ゴスダトラ、ゴスダトラ、カタラ、ペロデ、パストールカタラン、ペロデパストールカタランイコールデペロラルゴなど。 ちなみに、このように異常やイスペルが多い犬種は、長い歴史を持っていたり、様々な地域や多文化国で、作出、使役されていたことを表している。ショートコーテットカタロニアンシープドッグは、これの探毛種である。古代ローマ時代に、ローマ人がイベリア半島を征服した時、すでに種として存在していた非常に古い犬種である。しかし、長らくスタンダードが、 はっきりと定められておらず、能力を中心とした繁殖が行われていて、スタンダードが制定されたのは1929年と遅い。主に羊を誘導する牧羊犬として使われていたが、力と勇気があり、起点もよく聞くことから、肉牛を誘導する牧牛犬、馬を誘導する牧馬犬などとしても使われる。また、世界大戦やスペイン内戦が起こった際には、 軍用犬として徴兵されてきた経緯もある。軍用犬としては、メッセージや補給弾丸を運ぶ、伝令犬や負傷した仲間兵士を探して救急箱を渡し、仲間にそれの居場所を伝える救助犬などとして刺激された。このように軍用犬として役割を果たし、戦時中も繁殖が推薦されてきたため、頭数が大幅に減少することはなく今日まで生き延びている。 不思公認犬種となった現在、カタルーニャ地方やスペイン国外でも人気が出てきている。ヨーロッパではペットや小ドッグとしてだけではなく、アジリティなどのドッグスポーツをさせるためのスポーツドッグとしても非常に人気が高い。カタルーニャ地方では人気が特に顕著で多く飼育されていて、街中でもよく見かけることができると言われている。しかし、ヨーロッパ以外では 知名度が低く、希少な存在となっている。全身をウェーブがかった柔らかいシャギーコートで覆われた、犬種である。口ひげや顎ひげ、眉毛も豊かである。毛色は、ピュアホワイト、ホワイト、ミルク、クリームといった白系のものが好まれているが、ホーン、トーニー、タン、ブリンドル、ブラックタン、グリズルなど、様々なカラーバリエーションがある。なお、 白系の毛色のもののほとんどは若干グレーなどの色が混じっている。筋肉質の引き締まった体つきで、胴がやや長めだが非常に身体能力が高い。耳は垂れ耳、尾はふさふさした垂れ尾だが、かつては耳は段耳して立たせ、尾は10センチメートル程度の長さに段をされることが多かった。マズルは短めで、目と鼻は黒黒している。太鼓は、 オス47から55センチメートルでメス45から53センチメートル。体重はオス18キログラム前後で、メスは16キログラム前後の中型犬である。性格は知的で活発、外交的で陽気、人懐っこい。初対面の人や犬に対しては、仕事柄により警戒心が強いが、一度打ち解けて、しまえば、すぐに仲良く友好的に接するようになる。学習力が優れ。 しつけの飲み込みは非常に早い。状況判断力も優れていて、とっさの時の判断も早い。家庭圏としても最適で、子供に対しても寛容である。運動量は多めで、通常の散歩に加えて、ドックランなどでの自由運動なども必要とする。かかりやすい病気は高温多湿の環境で飼育した際に起こりやすい、皮膚疾患、運動のしすぎにより起こりやすい。 関節疾患などがある。ありがとうございます。